ロストックロストックは、ドイツ海軍の巡洋艦、カールスルーエ級小型巡洋艦の一隻、第一次世界大戦のユトランド沖海戦で戦没、ドイツの港湾都市ロストックにちなみ命名され、浸水式では、同志市長が、洗令を行っている。1911年寄港、1912年11月12日浸水、1914年2月5日収益、 収益後、水雷隊の指揮官となる。1914年7月、ロストックは皇帝ウィルヘルム2世の皇室ヨットホーエンツォレルンの護衛を務めた。1915年1月24日、ドッカーバンク付近で活動中であると知られていた、イギリス軍部隊撃破に向かう、フランツフォンヒッパー帝督の巡洋艦部隊の支援部隊の一跡として、ロストックも出撃した。 ドイツ軍は5隻のイギリス巡洋戦艦と出会い、ドッカーバンク海戦が発生した。この海戦でドイツの装甲巡洋艦ブリュッヒャーが沈没した。ロストックは1916年のユトランド沖海戦にも参加した。6月1日、ロストックはイギリス駆逐艦アンバスケードとコンタクトに攻撃された。2隻の駆逐艦は各1本ずつ魚雷を発射し、1本が ロストックに命中した。命中した魚雷がどちらの駆逐艦が発射したものかは不明である。ロストックは魚雷の他に駆逐艦ブロークからと思われる4インチ砲弾3発が命中した。ロストックは駆逐艦 S54 を呼び寄せ S54 はロストックを栄光した。続いて護衛のために派遣された駆逐艦ボルト71と V73 が加わった。 6月1日3時55分頃、ロストックなどはイギリス巡洋艦ダブリンと遭遇した。3隻の駆逐艦はロストックに横付けし、ロストック乗員を収容した。また円幕も張られた。S54 は約10分後にロストック乗員の乗せて離れた。V71 と V73 はロストックに3本の魚雷を打ち込み、ロストックは4時25分頃に沈んだ。 戦闘中にロストック上院は14人が死亡し6人が負傷した。ありがとうございます。